スチュアート・サイミントン、ウィリアム・スチュアート・サイミントン、1901年6月26日から1988年12月14日は、アメリカ合衆国の実業家、政治家、ミズーリー州出身で民主党に所属し、アメリカ合衆国空軍長官、1947年から1950年、及びアメリカ合衆国上院議員、 1953年から1976年を務めた。1901年6月26日にマサチューセッツ州はマーストで誕生した。メリーランド州ボルチモアで成長し、イエール大学において、友愛界デルタカッパイプシロン及び秘密結社エリフに所属した。また、学生新聞、イエールデイリーニュースの発行委員会にも所属した。 第一次世界大戦中はアメリカ合衆国陸軍に入隊し、17歳で勝尉に任官された。1923年、サイミントンはイエール大学を卒業し、ニューヨーク州ロチェスターで、おじ、ジョン・ファイフ・サイミントンが経営するサイミントン・カンパニーに入社した。この会社は、カタン鉄製品を扱う製造会社であり、この会社の小売商店に勤務した。 1925年に独立して、製造会社イースタン、クレープロダクツ社を設立した。しかし1927年、会社を廃業して、サイミントンカンパニーに戻り、社長秘書に就いた。1930年にサイミントンカンパニーを辞め、コロニアルラジオコーポレーション社の社長に就任した。1935年1月。 ステンレス鋼製造会社ラストレスアイロンスティールコーレーションからの社長就任要請を受け入れ、同社の社長に就任した。同時にコロニアルラジオコーポレーション社の社長を退いたが、重役として残った。1937年、ラストレスアイロンスティールコーポレーション社はアメリカンローリングミルカンパニーに買収された。サイミントンは、 ラストレスアイロンスティールコーポレーション社の社長を辞任した。1938年、サイミントンはミズーリ州セントルイスにあるエマソンエレクトリック社からの徴収人要請を受け入れ、同社の社長に就任した。第二次世界大戦中は航空機の機重等製造に重点を置き、同社を世界最大規模の航空機、重等製造会社へと成長させた。 1945年、サイミントンはハリー・トルーマン大統領から政権幹部への参加要請を受けた。エマソン・エレクトリック社の社長を辞任し、トルーマン政権に加わった。サイミントンは余剰武士委員会委員長、1945年、としてトルーマン政権に加わり、続いて余剰武士局長、1945年から1946年。 航空担当陸軍次官補、1946から1947を務めた。1947年9月18日、国家安全保障法により、陸軍航空軍が陸軍から独立して空軍となった。同時に空軍を管理するための空軍省も新設され、サイミントンは初代空軍長官として就任した。サイミントンは、 全身の陸軍航空軍に敬意を表して空軍省に移ったが、サイミントンの空軍長官としての仕事は厳しいものとなった。サイミントンは国防長官ジェームズ・フォレスタルとの論争を頻繁に起こした。国防長官フォレスタルと空軍長官サイミントンとの間の主要な論争として戦略爆撃機 B-36 の製造に関する問題が挙げられる。その当時は ジェットエンジンを搭載した戦闘機が次々と開発されており、レシプロエンジンによる戦闘機は時代遅れとなりつつあった。しかしながら戦略爆撃機 B-36 にはレシプロエンジンが採用されたことからサイミントンに対して汚職の疑惑がかけられた。サイミントンは陸軍時間保持代から航空戦力に対する影響力を有してたが、調査により 最終的には、サイミントンに、不正の疑いがないという結論に達した。空軍長官としてのサイミントンの主たる功績としては、ベルリン封鎖における空輸作戦の実施、空軍士官学校の設立指示などが挙げられる。1949年に、ソビエト連邦が、セミパラチンス区画実験場において、核実験 RDS-1 を成功させると、サイミントンは、 空軍の予算増強を求めた。そして1950年、サイミントンは空軍の予算不足に抗議の意思を示し、空軍長官を辞任した。サイミントンは空軍長官退任後もトルーマン政権に残り国家安全保障資源委員会委員長、1950年から1951年復興金融公社総裁。 1951年から1952年を務めた。1952年、サイミントンは義理の父ジェームズ・ウォルコット・ウォーズワースからの勧めを受けて連邦上院議員への立候補を決意した。サイミントンは1952年に民主党候補としてミズーリ州から連邦上院議員に立候補した。サイミントンは百五十二年の選挙で勝利し、 その後も1958年、1964年、1970年の選挙で再選を果たした。サイミントンは最終的に連邦上院議員を4期16年務めた。サイミントンは1976年12月27日に連邦上院議員を辞任し、5期目の出馬は辞退した。サイミントンは共和党上院議員、ジョセフ・マッカーシーに対して、 最も反対的な人物であった。マッカーシーはサイミントンについてサンクタモニアススと独善的なバカ野郎と中傷の言葉を残たサイミントンは陸軍イコールマッカーシー公聴会においてマッカーシーを批判する中心的人物となった。サイミントンは元空軍長官としての知名度や経験を十分に活用して1954年末のマッカーシー。 避難決議採択に大きな役割を果たした。1954年3月9日、マッカーシーは自らが委員長を務める上院政府活動委員会常設調査、省委員会において国防総省無選出勤務の黒人女性、アニーリー・モスを共産主義者のスパイであると指摘した。モスが共産党員であるという信頼できる証拠は、 連邦捜査局のおとり捜査によってもたらされていた。そのためモスの顧問弁護士は、その捜査について厳しく追及することができなかった。だがマッカーシーによる共産主義者の告発が過激な攻撃的非難として、問題視されるようになると、モスに対する告発が誤りであると認識されるようになった。サイミントンはモスを擁護し、彼女は共産党員でないと信じていると宣言した。 1959年、ワシントン DC で国家安全保障資源委員会の委員長を務めていたサイミントンは次期大統領選挙への立候補準備を進めた。しかしながら推薦の取り付けに失敗した。サイミントンは元大統領トリューマンの支援を受けて民主党予備選挙に臨んだものの最終的にジョンカイ・ケネディに敗れた。1960年7月2日、サイミントンは カリフォルニア州ロサンゼルスで開催される民主党全国大会に参加しない旨を発表した。トルーマン元大統領はそれを受けて、ケニリ候補の熱狂的支持者によって大会が支配されてしまうことは、花だ遺憾であると語った。だがトルーマン元大統領はその後も、改めてサイミントン候補の支持し続ける、述べ、第二希望は存在しないと付け加えた。 サイミントンは人種ごとに聴衆を分けて演説を行うことを拒否した。だが、この選択がサイミントンの失敗へと繋がった。ケネディ候補は人種ごとに聴衆を分けて演説を行う選択をしており、サイミントンのこの行動はケネディ候補に不快感を与えた。ケネディ候補は当初サイミントンを副大統領の第一候補として考えていた。 しかしながら、サイミントンとの考え方の違いから、ケネディ候補は、テキサス州選出上院議員リンドン・ジョンソンを副大統領として指名した。サイミントンは、連邦上院において、強固な国防を支持する議員として知られた。サイミントンは、空軍主管学校の有力な支援者でもあり、その設立を実質的に手助けした。サイミントンは、有権者サービスにも力を注ぎ、 ミズーリー州民から送られてきた手紙に対しては、重要な案件から、些細な案件、ひいては馬鹿げた案件に至るまで、すべてに丁重に返事を行った。例えばフィクション小説の内容を、現実の物語と誤解した、ある有権者が、サイミントンに対して、質問を投げかけた。その質問とは、地下で生活を送る、超人間的存在が実在するかどうか、というものであった。 サイミントンはその有権者の疑問に答えるため、軍事筋に対して公式な回答を要求した。サイミントンが上院議員時代に作成した手紙や文書は、2002年にミズーリ大学コロンビア高校内の西部歴史文書館に寄贈された。これら手紙や文書は、現在、一般に公開されている。1958年、サイミントンは、ランド研究所を告発した。 ランド研究所は、その当時、アメリカが強敵と戦うことになった場合の戦略的降伏についての研究に関与していた。サイミントンは、ランド研究所のこの研究について、敗北主義的行動であると問題視した。そしてこの告発により、敗北や降伏に関する、いかなる研究に対しても、予算を割り当ててはいけないとする法律が制定された。ただしサイミントンは、 ランド研究所が行っていた研究について内容を誤解していた。ランド研究所の報告書によると、ランド研究所が行った研究は、アメリカが無条件降伏を要求した過去の事例に対してであった。アメリカが無条件降伏を要求するよりも早期に、相手国側が降伏をしたいと交渉してきたならば、という研究であった。1967年、カンザスシティアスレチックスは、 本拠地をミズーリ州カンザスシティからカリフォルニア州オークランドへと移転する決定をした。メジャーリーグベースボールはこの移転を承認したが、ミズーリ州を拠点に活動していたサイミントンはこの移転に反対の意思を示した。サイミントンは訴訟をちらつかせ、メジャーリーグに与えられている独占禁止法の免除権限を廃止する法案を提出することも検討した。 カンザスシティはメジャーリーグと調整を行い、メジャーリーグの球団拡張に伴ってカンザスシティに新たな球団を創設することで移転を承諾した。その結果、1969年にカンザスシティロイヤルズが創設され、1971年からリーグに参入することで合意となった。だが、サイミントンはこの決定にも不満を漏らし、 創設後直ちにリーグに参入させるべきだとリーグを脅かした。1970年1月、第4回スーパーボール直前に、カンザスシティチーフスのキュービーレンドソンに、スポーツ賭博疑惑が起きた際、その疑惑を根も葉もないものと否定した。1988年12月14日に、コネチカット州入境難において死去した。遺体は、 ワシントン大聖堂の納骨用地下室に埋葬された。父親は弁護士のウィリアム・スチュアート・サイミントン。母親はミズーリ州出身のエミリー・クーン・ハリソンであった。サイミントンは六人兄弟の長子として生まれた。下には妹が一人、弟が四人見た。サイミントンは1924年にジェームズ・ウォルコット・オズワースの娘イブリン・オズワースと結婚し、息子を二人。 長男ウィリアム・スチュアート、次男ジェームズ・ウォズワース儲けた。次男のジェームズ・ウォズワース・サイミントンは、ミズーリ州選出連邦会議員を務めた。孫のウィリアム・スチュアート・サイミントンは、中寺武大使を務めた。重帝のジョン・ファイフ・サイミントンは、チュートリニダード・トバゴ大使を務めた。重追のジョン・ファイフ・サイミントンは、アリゾナ州知事を務めた。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。